こんにちは、動画ファンの成田です。今回は使わなくなった古いAndroidのスマホを監視カメラとして使える便利な無料アプリをご案内したいと思います。こちらのカメラで撮影した内容はiPhone や、今現在使っている Android、 それからパソコンなどでも確認ができますので、非常に便利な無料アプリとなっております。それではまずこの古い使っていない Android に、アプリを入れていきたいと思います。 Wi-Fi に接続していることが、必要条件となってきますのでご注意ください。 Wi-Fi はこちらで確認ができると思います。それではスマホからもこちらの解説ページご覧になれます。解説ページ開いていただきまして、こちらのリンク、 Wi-Fi を自宅の監視 IP カメラ、カッコベビーモニターというこちらですね。こちらをタップしてアプリのダウンロードしていきましょう。プレイストアで開いてください。はい、そうするとインストール画面が出てまいりますので、こちらのインストールをタップします。確認画面になります。同意するをタップします。そうすると、ダウンロード、インストールの方が始まりますので、完了するまでしばらくお待ちください。はい、インストールが終了すると、ショートカット作成されましたという表示が出て、ここが開くというふうに表示変わります。これでインストール完了です。一旦戻ります。そうすると、ショートカット作成されてますね。Web of Cam というのが、今回のアプリになります。もちろんアプリを開いていただいて、アプリ一覧の最後にも Web of Cam というのが入っております。こちらからも起動できます。では実際に起動して使っていきましょう。 Web of Cam という画面開きました。そうするとこれは最初の設定になります。ビューアー携帯およびカメラ携帯の両方に Web of Cam をインストールして起動しますと出ております。ビューアーというのは見る方です。カメラは撮影する方です。今回は撮影する方になります。まずは次へをタップします。そうするとビューアーかカメラかというふうに選べますので、今回は撮影する方になりますのでカメラをタップしてください。チェックが入ります。次へをタップします。そうするとカメラが起動します。こんな風にカメラが起動して撮影されているのがお分かりになりますでしょうか。そして今このカメラが起動しているんですけれども、ですね、ここに URL が記載されております。URL と、IP アドレスが記載されております。この、URL と IP アドレス、どこかへメモっておいてください。パソコンなどから確認するときはこちらの URL と IP アドレスが必要となります。はい、カメラとして設定をした Android を、ペットの前にこんな風に設置をしてみました。ペットの前に設置が完了しております。続きまして、iPhone をそれではビューアーとしてちょっと設定したいんですけれども、 iPhone にも同じようにアプリをインストールしていきたいと思います。それでは解説ページ、ずっと下の方へスクロールしていただくと、今度は iPhone 版のアプリのインストールのリンクが貼ってあります。無料の無線携帯電話のカメラ、Web of Cam とあります。こちらをタップしてアプリのインストールしていきましょう。はい、そうするとこのような画面が開きますので、まずは入手、インストールと表示が変わりますのでインストールをタップしてインストールしていきましょう。iTunes ストアにサインインの画面出てきましたらパスワードを入力して OK をタップします。はい、開くの表示になりましたらインストールは完了です。こちらは一旦閉じます。はい、そうすると Web of Cam というアプリが、追加されているのがお分かりになると思います。こちらをタップしてそれでは起動していきましょう。先ほどと同じ画面ですね。こういった警告出てきますけれども、これは OK をタップしてください。先ほどと同じです。ステップ1というふうに出てますので、まずは次へをタップ。
ビューワーかカメラか選べます。古い iPhone をカメラに設定することももちろんできますので、iPhone カメラにしたい場合はカメラを選んでください。今回はビューは見る方ですね。先ほど Android のスマホをカメラにしたんですけれども、 iPhone では、見る方をやってみたいと思いますので、ビューアーをタップしてください。チェックが入ります。次へをタップします。そうすると、先ほどカメラで設定した Android のスマホがこのように表示されております。こちらをタップします。はい、そうするとこのような表示が出てきますので OK をタップしてください。もう一度こちらをタップします。はい、そうするとお分かりになりますでしょうか。こんな感じで表示がされております。先ほどペットの前に、設置したカメラがこんな風に表示がされております。まずこちらですね、これタップすると画面の向きが変わりますので、縦にしても見ることができますね。こんな風に縦に見れます。こちらの真ん中のカメラのマーク、こちらをタップすると、このiPhone で、写真として静止画として、様子を保存しておくことができるようになっております。あとこの 78% という電池のマーク、これはカメラ側の電池の残量になりますので、カメラ側として使っている Android の電池の残量が見えるのは非常に便利かと思います。それでは最後に、先ほどAndroid のスマホをカメラとして設置しましたけれども、今度はパソコンでその様子を確認していきたいと思います。先ほどスマホに表示されておりました、アドレスですね、メモをしておいていただいたかと思います。こちらのアドレスをアドレスバーに入力してこちらの方へアクセスをしてください。はい、そうするとここに表示が出ております。ちょっと英語でドッキリするかもしれませんが問題ありません。先ほどのこの IP アドレスですね、この URL とともに IP アドレスが表示されておりましたけれども、この IP アドレスをここへ入力してくださいというふうに出ておりますので、ここへ入力していきましょう。はい、そうすると画面の方が切り替わりまして、カメラの様子が表示されました。ペットの様子が見えております。それではこの下にあります、この表示の機能について少しご案内していきます。こちら、これをクリックすると、明るさ調節ですね。この画面の明るさ調節になります。続いてこちら、このプラスのマーク。こんな風にまたバーが出るんですが、これをこのようにやると、ズームですね、ズームができるようになっております。続いてこちら、これはスナップショットになりますね。こちらをクリックするとこのように新しい画面が開きますので、これを画像として、名前をつけて画像保存という風にしていただければ、画像として保存することができます。続いてこちら、これは画面の、向きの切り替えになりますね。それからこちら、これをクリックすると、ちょっと今後ろ側が映ってしまっておりますけれども、カメラの、スマホのカメラ、背面についたカメラと前面についたカメラとありますが、それの切り替えになっておりますね。こちら、これは、明かりを消しております。もう一回クリックすると明かりがつきます。こちらは全画面表示になります。もう一回押すと元に戻ります。こちらはマイクの機能なんですけれども、マイクを使える環境のパソコンからでしたらこちらがお使いになれます。ここをクリックすると相手の方にカメラの方のスピーカーを通してこちらからの音声が向こうに届きます。終了するときはこちらの Exit から終了をしてください。こちらの監視 IP カメラ、ウェブオブカメラは Android だけでもなく iPhone だけでもなく、またパソコンからも
外出先からも、ペットの様子、離れた部屋の赤ちゃんの様子、それから離れて暮らすお年寄りの様子など確認することができるのではないでしょうか。無料で使える非常に便利なアプリだと思います。よろしければお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。